皆さんこんばんは、オプションリボーです。今週はですね、こちらのタイトルにありますように、日経平均再暴落への3つの懸念と、8月の5日月曜日にものすごい下げが起こりましたと。その後6日については、今収録6日のお昼で3000ぐらい戻してますけれども、まだまだこれで終わったとはちょっと限らないですよと。オプション売り棒としてグレーリノというようなところで言える3大懸念というか、少なくとも大きく3つ考えていることがございます。このについて本日はお話をさせていただければと思っております。よろしくお願い申し上げます。で、まずこちらの方が、現在のグレーリノです。一つはアメリカの景気後退が非常に確率が高くなってきたのかなという感じです。で、その後、アメリカの方でもしもインフレの方が、低下をしないで景気後退が、進んでいくと、スタグフレーションまで進んでしまうかもしれない。そうすると、このような環境になると、やはり株式市場については相当ネガティブな、逆風が走れてくるでしょう。それから、もう一つのところで言うと、今回日銀の金融政策の発表があった後に急激に円高が進みました。どういうことをやったのかということについては、先にですね、いくつか情報が出てましたので、それほど意外感はなかったんですけれども、きっかけとすると、その後の上田さんの会見が、同じ人が喋ってるのかと、前回と違った人じゃないかというぐらい、内容が変わりましたんで、今後について円高の可能性が非常に大きいのかなというところが、影響しているのかなということです。それと、ここに出てないですけれども、もう一つあるのは、日経平均の計算方法がちょっと変わってきますよというところです。この辺についてはちょっと心配をしているところでございます。で、今回の急落の背景はですね、2つの、金融市場で見ておく必要があるかなと思います。一つは日経平均の先物市場ですね。もう一つは IMM の為替の先物の市場です。今回日経平均についてはですね、4万2500円のところから一気に下げました。これが加速しています。日経平均先物を買ってた人たちが相当含み損を抱えて処分をせざるを得なくなってきたと。で、これがですね、プットの売り立てサイドにもですね、緊急的に買い戻しをしなくちゃいけないと。プットの値段が非常に上がりました。その結果として、先物とプットとコールで最低取引が起こるんですけれども、コールの値段も上がったので、それから計算される日経ボラテリティインデックスが上がってしまいました。で、その結果、オプションの売り立てに必要な証拠金額が非常に上がったので、追い証が起こる、もしくは追い証を回避するために、値段に関係ないというような形で買い戻せざるを得ないということが起こったと。いわゆるパニック的なことが起こったということですね。で、現物市場も同じように、信用の買いの方のポジションについてはですね、追い証を嫌って完全に投げ売りがなったと。これが日経平均関係のお話だと思います。で、そのもう一つの要因とするのは、先ほど言いました為替のポジションです。円ショートドルロングのポジションが、これも一気に162円のところから円高に進みましたんで、このポジションについても相当やられたので、円を買い戻さざるを得ないという、で、急激に141円台までですね、142円割れるのところまで急激に円高が進んだと。その結果、円高になりましたので、これは日経平均株価については今現在ネガティブですね。これが相乗効果で、急落につながったと思います。で、前回のオプションクラブテレビでですね、お話しました、新金融政策決定会合で、この辺はオプションの使い方なんです。損してもたかが知れてる。例えば3万円のプットを8月1日あたりに買ってたと。すると、この時は1円とか2円とかですね、でトレードされてましたと。で、5日のところで高値1800円までつきましたんで、これは1000円で投資をしたものが180万円になったと、1800倍になったと。
これ買ってれば、まあ非常に大きなですね、テンバーガーどころじゃないような上昇をしているわけですね。逆に売ってる人たちは、まあ非常に困るので、まあこれはもう値段も関係なく、とにかく買い戻したという、まあ、この状態がパニック的な下げにつながったということになります。ということで、プット売りですね、については本当に怖いというかですね、最悪のケースは個人破産をしてしまうというようなことがありますので、まあ、通信講座でもプットについての、まあ、特質やなんかをご理解いただいて、まあ、もしプットを売る場合でも、これも完全に禁断の戦略と、あまり推奨し、ね、していないという戦略になります。で、こちらがですね、先週のところでもご紹介しました、サーム式の景気後退指標です。7月の数字が出ました。0.53 と。前回のところで 0.5 を上回ってくるとですね、過去において非常に多くの場合でその後リセッションに入ってます。これをまあ、サーム式の景気後退指標で、まあ判断をしているわけです。今回 0.53 まで来ましたんで、これでアメリカの景気後退が相当確実的になってきたのかな。年初からずっと景気後退の可能性が残ると申し上げてましたけど、やはりそういうような状況になってきたのかな。で、基本的にこの債務式の景気後退指標っていうのは、アメリカの失業率の数字から計算されてますので、今後毎月毎月出てくるアメリカの失業率によって一喜一憂の状況になると思います。またどん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 失業率が上がるような状況になってくると、この数字ですね、計算される数字自体はまた 0.53 からもっと上に上がってくるわけですから、どん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 可能性が高くなってくると思います。これ0の1ですけど、その若干上のところから上がってるところですね。これ見ていただくと分かりますけれども、この後、シャドウの部分が景気後退の位置ですので、ほとんどのところで景気後退になっているということになります。で、これを受ける形で、市場参加者がどういうような FF レートを予測しているか、この赤で囲った今年の年末については、4% から 4.25% の間という、今後3回ぐらい下がるというところから1個外して4回下がるというところですね。ただこれちょっと中心がここにあるということだけで、その次の1月では1回戻るので基本的には3回程度、その後来年の6月にかけて6回 1.5% ぐらい下がるよという感じになってるわけですね。で、これについてやはり景気後退の可能性が高くなったので、まあ、市場参加者の方々が金利引き下げのペースが速くなるかもしれないよということを織り込んでいます。で、多少金利が下がるよということは、教科書的に申し上げますと、債券の低下、金利が下がれば株にはプラスなんですけれども、それがあまりにも高い位置から急激に下がってくるということは、それの本質であるところの景気がものすごく悪くなるということですので、今回ここでは資料をつけてないですけれども、アメリカ株についてはですね、これアメリカの話ですので、株式市場にもものすごくネガティブな影響を与えていますよというのが経験則です。あまりにも急激に金利が下がるような、幅としてもものすごい勢いで金利が下がるようなところについては、株式市場はネガティブに取る可能性が残っています。で、金利がものすごく急低下することによって、アメリカ株が急落するとすれば、当然日経平均も急落する可能性が出てきます。で、もう一つ、これも何度も何度もお話しているところです。これが日経平均と、まあ、ドル円のレートの分布図になります。横軸が日経平均、縦軸が円ドルレートです。7月19日にはこの赤の点のところにいましたと。7月26日はこの黒の点にいましたと。8月2日がこの少し埋もれてますけど黄色の点にいましたと。綺麗にこのバンドの中心の緑の線上を動いていると。非常に相関性が高くなっているわけですね。したがって、為替が今後どうなるかっていうのが、まあ、日経平均トレードされる方には非常に注目しておく必要があるのかなと。この傾向線で見ていくと、だいたい1円あたりの為替の変動でプラスマイナス700円というような非常に大きな幅になってますので、この後もこういう形が続くとすると非常に、まあ、日経平均またまた下がる可能性があります。
で、イミジクも8月の5日は142円ぐらいまでいったわけですから、142円ってするとこの辺ですよね。そうすると、まあ3万1000円のところぐらいですよね。まあ先物のところで合ってるような値段という形で、これも同様に動いているよということですね。で、今後、もしも140円まで来るとすると、緑の線は3万500円を切れてくるので、まあ、3万円がもしもすると、攻防というのが見られるかもしれない。為替については、以前のところでは逆に180円まで行けば5万円という関係になってますけれども、円高の方ですね。先ほどの IMM の通貨の先物の巻き戻しも起こってますので、ドル買い円売りのポジションの巻き戻しが起こってますので、引き継ぎとすると一つあり得るかもしれないと。それからもう一つ、先ほど申し上げました、景気後退の可能性が出てきてますので、米国債が一気に下がってます。この辺は日米の金利差、10年債の金利差をそのまま名目で見てるところです。一気にまたここに来て金利差が縮小しているわけですね。金利差は左軸の方のこれパーセンテージです。で、これもまあ見方によりますけど、どこに合わせるかという、例えば2023年から2023年の10月ぐらいについては、非常に今よく連動していた、もしくは連動するようにチャートを作るとですね、このチャートがどういうふうに作るかにもよりますけれども、その後はですね、円安が進行しているのに、ここに来て、この段階からですね、金利差が縮小の方向になっています。で、今回、どん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 円高が進んでいるわけですけれども、ここに来てまた広がってきてます。もしもこの水準まで、このチャートの関係が起こるとすると、140円でもこの水準なわけですね。まだ差があるわけですね。130円で青の線に近づいてくるというところになりますので、140円っていうのも一つの心理的抵抗ですけれども、その先も今後もまだまだアメリカの金利が下がるような環境になるとですね、アメリカの景気が本当に悪くなるという形で金利を下げなきゃいけない。長期債についてもどんどん下がるような形になると、円高がまだまだ進む可能性があります。そうすると、この関係が続くということであれば、日経平均まだまだ大きく暴落する可能性は残っているというところを考えながらですね、年末にかけて、特に大統領選挙でまたトランプさんが勝つかどうかにもよりますけれども、大きく影響するかもしれません。前から申し上げますように、2024年は非常に相場のが荒れていると思います。コロナのところであったお金をジャブジャブばらまいた資金がまだ残ってるので、その辺のお金がですね、いろんなところの投資機会を見つけるためにですね、迅速にですね、いろんなところを回ってるというかですね、チャンスがあればどんどん大きなポジションになってるので、そういう意味では世界の国際金融市場ですね、いろんな金融市場のボラティリティが上がってると、非常に変動が激しいという状況が、この後、大統領選挙まで、もしくは大統領選挙が終わっても当分内では続くということを考えながら、そういう意味ではポジションを小さめにしながら運用していくっていうのが、今年の後半については重要なのだな。というふうに考えているわけです。で、もう一つ非常にこれテクニカルな話です。ファーストリテイリングが日経平均に占める割合が非常に大きかったと。7月末のウェイトが 10% を超えてしまいました。10% を超えてしまいましたんで、日経平均の計算方法が変わります。簡単に申し上げますと、その中で日経平均を採用するときのファーストリテイリングのウェイトを 0.9 掛けしますよと、1割減らしますよと。そうすると、インデックスファンドを運用しているような方々とかですね、それから最低の買いをしているような方々については、その分の 10% が大きくなりますので、そのファーストリテイリングを 10% 売却して、その他240銘柄をその資金で購入するというような作業をですね、ピンポイントでやるとすると、この日の10月の1日にやるということですね。少しであります。最低の売りポジションについては逆にファーストリテイリングを 10% 買い戻して、ショートしてるわけですから、その分を買い戻し、その他の220銘柄を売りで補充すると。そうすると今後の最低のポジション、そして日経平均の連動型の ETF の残高がどんだけあるかによっ
せいですね、ファーストリテイリング株の、まあ、売り需要ですね、が出てくる可能性があります。それからそれを見込んで先回りして信用でファーストリテイリングが売るようなところが出てくるかもしれません。そうすると、もしもその辺の、まあ、売りの需要が大きくなるとすると、これは日経平均のウェイトでファーストリテイリングが大きいわけですから、ファーストリテイリングの株価が下がるということであれば、日経平均は下げる方向に動くかもしれません。今後これらの、まあ、ファンドを運用しているような会社、それから最低ポジションの方々がですね、9月の SQ が終わった後も続きますので、この辺でどういうような調整をしてくるのか、ここに一つの波乱の要素がありますよということでございます。で、こちらも、まあ、グレーリーので心配しているところです。信用の倍率自体が7月の26日時点で再び7倍を超えまして 7.28 倍まで上がってきました。で、過去において起こった時、かつて2000年2月、これも前にも話しましたけども、この時点から2ヶ月ぐらい起こった後で、まあ、他のこともありますので、今、急落が続いたと。ちょっとこの辺がイメージとして個人的には残っているわけです。この後何が起こったかというと、まあ、8月の5日の急落につながっていくわけですけれども、まあ、当然信用の買いが信用の売りに対して倍率的に大きかったので、まあ、この辺のポジションがでかすぎたから大きな投げにつながったということが少なくともそれは言えるのかなと思っているわけです。で、今後についても、まあ、この辺にところがどうなるかと、他のところの2つの要素でありました。先ほどの円高の問題、それからアメリカのリセッションの問題、そして、まあ、ファーストリテイリングの問題で、この辺が、まあ、相絡まって下げが下げを呼ぶという形になると、意外と大きな下落につながる危険性が連鎖する可能性は、まあ、残っているというところだと思います。その他にも大統領選挙がありますので、これも2024年後半については非常に心配をしておかなくちゃいけないのかな。そういう意味では、まあ、寝頃からの、まあ、個人的な感想ですけれども、買い物っていうのはですね、チャンスがあって儲かるかもしれませんけれども、まあ、慎重な運用を少なくとも2024年後半はしておいた方が無難かなと、公ではしないのかなと考えています。で、このような情報をですね、実はメルマガ無料ですので配信をさせていただいております。で、こちらの方にですね、メールアドレスを入力していただくと、今回使いました資料の、まあ、補足の情報とかですね、入手することが可能です。まあ、無料ですので、もしよろしければご登録いただければと思います。本日はここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。相場ですね、特に日本の株式市場、そして為替市場が大きく荒れていますので、くれぐれも慎重な運用をしていただければと考えている次第でございます。本日の放送が少しでもお役に立てれば幸いです。今後もこのような情報ですね、少しでもお役に立てる情報をと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。